孤児院を支援してるなんて偶然とは思えない。これはアンブレラが設立した奨学金の取材じゃなかった？そんなネタじゃ誰も食いつかない。みんな自由ウイルスについて知りたいんだよ。しかも町のクソでかい穴ぼこは地下にあるあんたの研究所に吊るしてるんだってな。なあ、研究所本当のとこ教えてくれよ。もう話すことはないわ。クソめ。何を探ってるんだ。やばそうだ。加減にして。これであなたを二度救ったわ。まさか数えてたとはね。これはゲームじゃないの。俺マジか。死なない奴ばかりね。カードキーは持ってる。これもね。その内容を説明してくれ。それは私が聞いてから。ここを出ましょう。まずはシャッターを開けて。目的の情報はそれか。残念だけど違う。ベンは失敗したみたい。なら君は何を探してる。この混乱を招いた責任者について。それであなたは世界でも救いに行くの。警部補との約束だ。助けを呼ぶ。うまくいくといいね。ここまでね。
あのガンショップを通るしかなさそうね。ひどいありさま。動くな。何もしない。動くなって言ってんだろうが。ここを通り抜けたいだけだ。銃を下ろしてくれ。うるさい。さっさと向こうを向いて、今来た扉から出て行け。その子、症状が出てる。黙れ。娘のことはお前には関係ないだろう。銃を捨てて。よせ。やめろ。そこをどいて。その子が変わる前に処理しないと。処理だと。俺の娘なんだぞ。エイダ、もういいだろ。エマ、そこを出るなと言ったろ。パパ。ここにいる。パパだ。
いいな。あの連中にやられたんだ。家族みんな。あんた警官だろう。なんでこんなことになったんだ。なんで俺たちがこんな目に遭う。なあ。俺たちの天使だったのに。ママ。ママは眠ってるんだ。いいね。そろそろお前も寝かさないとな。エマ。さっさと行けよ。娘と二人にしてくれ。彼には真実を知る権利がある。違うか？何が起きてるのか教えてくれ。こんなこと止めないと。あんな人たちを救いたくて俺は警官になったんだ。私の任務はアンブレラを止めることなの。命がけになる。この街を救うためなら何だってやる。アンブレラ社は知ってるわ。アンブレラは密かに生物兵器を研究してた。恐ろしいウイルスよ。人を不死身の化け物に変えてしまう。今の状況も説明がつくな。だからアネット・バーキンを追ってるの。アンブレラの科学者だ。ウイルスをまいた張本人。彼女を見つけて捕らえる。アネットはこの先にいる。なるほど、下水道か。そうよ。お先にどうぞ。ああ、どうも。科学者がこんなところにいるのか？本部の情報によれば、ここはアンブレラの施設とつながっている。おいおい、下水は公共のものだ。どうやったらこんな場所を使える？企業国家アメリカへようこそ。アンブレラは長年ラクーンシティを牛耳ってきた。なんだあれは。